そう私今日さちょっと自分で不安になることがあってなんかさあの数分前に自分が何やったかをちょっと思い出す何やったかっていうと何て言うんだろうな例えばまあ数分前にそうだなお水を飲んだとしますでそしたら「あれさっき私お水飲んだっけ?」みたいな思い出せないんですよ。 数分前自分がその行動をやったかどうかっていうのを思い出せなくてちょっとね心配になりました自分で自分が <laughs> 心配になった割とねなんかさっき何喋ってたっけとか忘れることはあるんですけどねちょっとね心配になるよねほ <laughs> <い>んとはい何とかしたいですね ああるあるなんだみんな経験してるんだねよかった <laughs> ちょくちょくあるよっていう人いっぱいいるんだけどマジか思い出そうとするうちは大丈夫じゃあもうなんかあのさっきもう何やったっけって思わなくなったら もうやばいってことですかね <laughs>？ね、でもそう。私割と元からさ。この話したっけ？みたいなことはいっぱいあってそうなんか。もう自分では初めて話した。気になってても友達からしたらいや。もうそれ聞くの5回目だよ。みたいな <laughs>。あれそうだっけ？みたいな私、ほんと初めて話した。気になった。ごめんね。みたいなそう。何回もうね。それそういうことがしょっちゅうでしたね。本当。 それ聞くの5回目だよみたいな <laughs> ね四国は映らないテレビチャンネルあるのありますねテレ東は映んない確かどうだったっけ全然テレビ見ないからあれなんですけど映んないテレビ局いっぱいあるよね でもちょっとテレ東しか思いつかんかったごめんなさい <laughs> 後から思い出したこれ話したわってなりますあーでも私も後から思い出せない時もあるそうでも最近は割とあのこの話したことあるような気がするわっちょっと思うことは増えたような気がしたんだけど気のせいかな でも、ショールームではなんとかなんとかなんだってよねっていう話は何回かしたことあったっけみたいな。あ、でもまあ、その時はもう最初からね、なんか、その時はもう最初からこの話はしたことあるわみたいに思ってたから話したけど、マジで友達と話してる時は本当にそれが初めて話すことだと思ったから、本当びっくりだよね。自分の記憶力のなさに。はい、そして昨日、 あの私 Twitter ではしゃいでたんですけど「ハンター×ハンター」がアニメ10周年ということであのそうですね2011年にその今の今の2作目のアニメが放送開始になりましてで私は2作目の存在したのは中1とかなんですけど今でも思い出します。沖縄中1の頃沖縄にに旅行行った時に お姉ちゃんのパソコンだったと思うんだけどお姉ちゃんのパソコンでひたすら「ハンターハンター」のホームページのあのなんかグッズ欄をめっちゃ見てたみたいなっていう夏の思い出よみがえるぜ夏の思い出そう私あなんかよなんかね何だろうなアニメのグッズの情報ってさ 実際アニメイト行って初めて見るとかツイッターとかってあるんですけどあんまりねそのホームページではグッズ見ないんですけどそう「ハンターハンター」ほんとめっちゃ遡ってうわこのグッズ欲しいけど結構あの発売されたの前だからちょっとないかもなみたいなとかめっちゃ見てたまあねそうだね まで高校生ぐらいになってなんで買い始めたんだろう全然思い出せないんだけどなんか漫画買おうと思って「ハンターハンター」の。でそれでなんかもうちょうどその時あの家の一番近い書,あの書店がめっちゃ「ハンターハンター」並んでてだからまあ最初4冊とか買ってすぐ読み終わってまた4冊みたいなっていうのを3日ぐらい続けて。 7冊ぐらい読んだりとか14冊ぐらいだったかな忘れたんですけど7冊ぐらいかなでもそれでなんだかんだで32巻まで追いついてって感じですねそうはい ヤッホーもともと「ハンター×ハンター」の存在を知ってたのそうですねまあ一番最初に知ったのがまあ第一,第一作のアニメですねそれ知ったのいつなんだろう小学幼稚園ぐらいかな5歳5歳はさすがに幼すぎ でも幼稚園ぐらいの時にはもう知ってて多分なんか小1ぐらいにちょうどグリードアイランド編をやってたんですアニマックスででめっちゃ好きだったからグリードアイランド編がだからそれより前には知ってるんですよだからまあ幼稚園生の時かな最初知ったのはでもなんかそうあんまりねなんかちゃんと話見てなかったっていうのもあってなんかそう「ゲー旅団編」っていうシーンがあのシリーズあるんですけどなんか シリーズまあいいやでそれでなんか <laughs> そうクラピカっていうキャラクターがいてクラピカちょっと不思議な特別な目を持っててそうなんか感情高ぶったらちょっと目が赤くなるっていうヒーローの目を持ったんですけど私その設定を全く知らない状態でその原料の編見た時になんかクラピカの目がめっちゃ赤くなってるのにめっちゃビビってなんでこの人目が赤いのみたいなそう。<laughs> その前になんかあのクラピカがさあのちょっと顔を洗ってるシーンとかあったんだけどその時に目,目を入れ替えたとかじゃないよねみたいなよあの小さい頃私は思いまして絶対そんなことないのにね今思うとめっちゃ面白いんですけどでもそうでも「ハンターハンターは」は アニメでしたねその第1作目のそういえばなんか明日あたりから割と寒くなるとこが多いらしいですね話がすげえ変わった <laughs> みんな風邪はひかないようにね 一番好きなシーンはどこ決めらんないんですけどえー、どこだろううわーえー、むわむずくえー、わ一番好きなシーンむずくないうーんまあ一番最初に上がったのはあれかな あのレイザーとのドッジボールであのヒソカとゴンとキルアの3人が合体するところがめっちゃ好きなんですけどでもそれ以外のねやっぱボールはキルアに持ってもらわないとっていうあのキルアじゃなきゃダメなんだっていうシーンもめっちゃ好きですしえあとなんだろうでも。 純粋にビスケビスケが好きだからさビスケが出てるシーンとかめっちゃ好きなんですけどうんーそうだなーええー、そうですねうわ好きなシーンむずそうじゃあ逆に聞きます皆さんはチームエイトのコンサートでここのシーン好きだなとかありますか 幅広すぎてごめんななさいなんかまあここのシーンだけじゃなくてこのコンサートで見たこの曲がめっちゃ良かったとかありますかどうでしょうか 何が来るかな一つぐらい「ひめツアー」入ってたらいいんだけどな北海道東北戦隊とハマちゃんの無限ループハムちゃんの無限ループはあれだよねえー、っと大阪でやったやつルンマの自己紹介あらありがとうじゃあ公園でも私の自己紹介が一番好きなシーンってことかしら 一個ぐらい愛媛ないかな <laughs> めっちゃ愛媛をプッシュするやん。愛媛公演特殊能力。ああ、いいですね。あれね、あのコントもね、なかなかあの最初見た時に <laughs>、最初見た時にさ、台本を読んだ時に、お話がどんどん広がってんなーって思いながらね、見てましたね。そう。 今なんかチームエイトのコンサートで好きなシーンありますかっていうのを誰かのコメントであの一番好きなシーンは何ですかっていうふうな質問があったので私は逆にチームエイトでこのシーンが好きだっていうのを質問してます募集中です まあなかなかねその映像になって映像になってないというか DVD とかになってないからなかなか思い出すのも難しいというとこあるけどそう沖縄ほう沖縄かいいね沖縄どのシーンが好きだったかな沖縄懐かしいね <laughs> 出たエイサでも私自分でどんな踊りしとったんか全くわかんないんだよね映像ないのかな映像 <laughs> 映像あったらいいんだけどなスタッフさん持ってたりしないかな <laughs> そうあこんばんは初見さんありがとうベタですがリクアはおいいですねリクアはあれかなもしかして四十七が一位になった時のやつですかねあの時ねそう私ちょうどそうあの一位になった時っ でなんかほんと忙しかったんですよそう理科にもちょっと出れないみたいな感じだったんですけど1位になってからそのスタッフさんが映像を送ってくれてそれをね家族で見ておおってなってましたねそうメンバーが通路まで来て歌ってくれるの好きかもああそうだね なかなかそのコロナになってからそれができないからだと思ってるんだけど最近ないもんねコロナになってからそうなかなかそれができないけど結構ねお客さんとのお客さんファンの方との距離が近いっていうのもねわくわくしますよね私もあのその立場だったらもう,はもうね叫びまくるそうあ「あエイトルズ好きです」だってありがとうございます 外資のやり直しエイテルズ <laughs> あれね懐かしいでもあのあれさ本番終わった後と屋と2人でさ2階で来てよかったねイエーイってめっちゃ言ってたんでいい思い出ですね撮影タイムがあるのは嬉しいそうですね特にあの通路行った時に撮影タイムありますからいいですよね東北レンジャー VS アカロスアカロス好きだったなね懐かしいねアカロスね なんかそう、あかりんって本当にさ、なんかあの、まじコントが本当にあかりんのコントが好きすぎて、毎回毎回楽しみでしょうがなくて。そう、だからあの、徳島の時にさ、あかりんが、あの、徳島の時のコントってなんか、まあゆきちゃんの人生、ゆきちゃんのこれまでの歴史みたいなのをコントにしてたんですけど、お父さん役だったんです、あかりんが。 それがねめっちゃ良かったんだよねもう最初からさあの,あの台本見た時からもう期待がすごい高かったんだけど本当に面白い最高だなと思いましたねありがとうございますということで15分経ったので今日はここら辺で終わりにしますあ徳島公演と愛媛公演が好きありがとうございます2019年チーム4 千葉公園でルンバと光るのオフショット生写真が当たったっ思い出おおおめでとうございますいいね大事にしてくださいねよしちゃんギフト読んで終わるからねえっ、ー、とアーティさんきのこ飯田ひろいさんもみじとイチョウにギョールさんハートアーティさんがなんだえっ、ー、とね赤とんぼアンさんがえっ、ー、とだるまハエちゃんさんが小判アーティさん秋だねそうだね はやちゃんさん、コスモスと、なんだっけ、これ、もみじとイチョウとハートですね。玉国さんがもみじとイチョウ。アーキーさん、コスモス。はるにゃんさん、コスモスともみじとイチョウ。桃の天ぷらさん、ハート100個。ななたさん、ハート。せいやんさん、花束。ありがとうございます。13位、ななたさん。12位、あいまきんとっしゅさん。11位、桃の天ぷらさん。10位、けいちゃんさん。1位、カラスのカーこさん。8位が、アルビンズランクさん。 7位飯田博之さん6位 TKHKG さん5位ロミツさん4位夏目さん3位アンティキーさん2位玉国さん一位がはやちゃんさんでした。はいということで今日も見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。また明日まったねー。おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。